本拠地のリンカーンセンター DH コ空ク劇場ニューヨークシティ。バレエ団はアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッタンに本拠を置くバレエ団。略称はナイクビー。所属ダンサーは90人。主舞台はリンカーンセンター内の DH コ空ク劇場。夏季には州北部のサラトガスプリングズ市でも公演が行われる。1933年、米国の舞踊評論家。 林間カーステインが欧州からジョージ・バランシンを招き、アメリカンバレエ学校を創設したのが始まりである。この学校は米国でバレエを発展させたいと願っていたカーステインが、まずダンサーの育成から始めるべしというバランシンの主張を入れて作ったものだった。1935年3月にはその生徒と卒業生によってアメリカンバレエの名称で最初の公演が行われた。 企画、経営は、カーステイン、監督、振付は、バランシンという体制は、以後も続くことになる。同年秋にメトロポリタンオペラ劇場の専属バレエ団となったが、1938年に契約を解消。これに伴いバレエ団は一旦解散した。カーステインは1936年3月に、別動隊として、バレエキャラバンという小バレエ団を組織し新人の、 活躍舞台としていたが、こちらも1940年9月に解散。この間バレエ学校は常時存続していた。1941年、両者が再生行動して、新生のアメリカンバレエとなり、国務省支援による中南米巡演を行った。しかし帰国後の同年11月に、再び解散。戦後の1946年、バレエ協会として復活し、 会員制によるバレエ公演を再開する。1948年4月にはニューヨークシティセンターと契約して専属バレエ団となり、今日の名称となった。元 ABT の J ・ロビンズが助監督に就任し、1950年代には欧州や日本に順延して評価を高めた。フォード財団による支援も受けて、活動は続き、1964年に現在の本拠地である。 ニューヨーク州立劇場へ移転した。創設以来バレエ団を率いてきたバランシンの思考を反映して膨大な数の中小バレエ作品をレパートリーに持っている。宝刀息子や真夏の夜の夢など物語のある作品もあるが英国ロイヤルバレエ団などに比べるとその比率は少ない。作曲家別ではストラビンスキーの作品が多いのも特徴である。 ダンサーは参加のアメリカンバレー学校出身者がほとんどで動きや体型まで含めた独自の基準で採用されている。1981年にバランシンが病気で倒れると指名によってプリンシパルのピーター・マーティンスが後継バレーマスターとなった。現在でも年間に2から3のペースで新作が作られバランシン作品の復刻上演も行われているが 近年の新作は商品ばかりで方向性が見えず全体的に質が低下しているといった批判も出てきている。2008年以降、ボリショイバ・レーガンの芸術監督を退いて ABT に移籍した A ラトマンスキーに依頼して新作をいくつか作らせている。米紙ニューヨークタイムズ電子版は2018年1月1日に芸術監督ピーター・マーティンスが退団したと報じた。 セクハラやパンハラ疑惑が浮上していたが、本人は否定している。同志は、先月、現役一人を含む、計5人のダンサーがマーティンスから虐待を受けたと、証言したと報道し、ニューヨークシティバレー団が事実関係の調査に乗り出していた。緑色は作曲そのものを移植したことを表す。2011年6月現在、プリンシパル24名、ソリスト12名、 コールドバレー54名。1935年3月1日。会場は、マンハッタンのアデルフィ劇場。演目は、バランシン振り付ケの、セレナーデ、夢など。この時の第二プログラムの詳細は次を参照。グローバルパフォーミングアーツデータベース。なお、1934年6月の時点ですでに、アメリカンバレー学校生徒による講演は行われて。 いたが、その時の名称はまだアメリカンバレー、学校創作バレー団であった。CF ナイクビーレパートリー、セレナーデ、バランシンは、当初、故郷のマリーンスキー劇場と雰囲気が似ている、メトロポリタン歌劇場を気に入っていたが、歌劇場の経営陣がバレーの予算を出しぶり、リハーサルでは、オケの演奏をつけさせず、ピアノだけで済ませるなどしたため、 次第に、両者の関係は悪化した。C.F. ベルナール・テーパー、バランシン、ピアニッシモ、165から168、1996、ユー・オブ・カリフォルニア・プレス。なお、メトロポリタン時代の作品に、オルフェオとエウリディーチェ、カルタ遊びなどがある。前者は、C.W. グルックのオペラをバレエ化した作品で、声楽も動員するものであったが結局失敗に終わり。 現在はレパートリーに残っていない。戦時中、カーステインは、米陸軍に徴収され、兵士として従軍した。来日は1958年3月。新宿駒、劇場他で、セレナーで、ウエスタンシンフォーニーなどが上演された。CF 日本洋武士年表愛1900から1959。この劇場は、バレエ用の劇場として、設計段階から、 バランシンの要望を聞いて作られた。バランシンの指示によって座席は、エビ茶色に統一されたほか、竣行直前にオーケストラピットが拡大されたという。今年も、バランシンのバレエ作品だった。CF ナイクビー、ファンファクツアバウトデビット・エイチ・コフホシアター。例えば次を参照。ロバート・ゴットリーブ、シティ・バレエ、バランシン&、エーレカシー・インペラルド、ザ・ニューヨーク・オブザーバー。 21時来2002-2018年1月3日、中日新聞長官6面。ありがとうございます。